車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリストツッチーパフォーマンスです。今回はボンド大阪に来ております。というわけで今日はこれから PV 撮影に行っていきたいと思います。なんといつもと違う車とバイクの撮影でございます。撮影中に時間があればその車とバイクの紹介もしたいと思います。まあ1日多分かかると思いますんで、まあ、その様子をお届けしたいと思います。多分みんなこれから来ると思うんですけれども、安全運転で行っていきたいと思います。というわけで今日撮影を手伝ってくれる中川さんが登場しました。ありがとうございます。中川さん、今日バイクの運転もしてもらうんでバイク通勤です。そして今回撮る車がこちら 765LT と奥に見えるこちらのバイクでございます。なんかすごい造形。正直僕は輸入バイクそんなに詳しくないので、ちょっと行った先で紹介できそうだったら紹介したいと思います。まあいろいろ皆さんお気づきのところあると思うんですけども、その辺も詳しく紹介します。そして相変わらず大阪店の中はちょっとセキュリティ上あんまり詳しく出せないんですけど、こんな感じでたくさんご入稿いただいてます。いつもありがとうございます。あとは今回メカニックの伊藤さんも手伝ってくれるということなんで、間もなく到着すると思うんですけれども行っていきたいと思います。もうちょっとしたら出発なんですけれども、いや今日多分30度ぐらいあるかな。多分、まあ、相変わらず暑いんで30度ぐらいだから、もうちょっと汗すごいんですけど、もっとすごい人を発見しました。やっぱりバイクだとね、着るものも大事っていうことで、今日中川さんが本気の格好で、公道を走る格好じゃないですね。いや伊藤さんもっすよ今日は。はい、というわけでちょっと準備時間かかりますけど頑張って行っていきたいと思います。さあ、というわけで今撮影場所について、撮影自体はもう終わったんですけれども、なんとバイクとあと車の紹介をしていいってことなんで、車の方は僕から紹介したいと思います。さあ、というわけで今回撮影させていただいたのはこちらの 765LT でございます。多分見たことあるっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、そうなんです、今年のオートサロンで展示させていただいた車両でございます。僕が大阪からの出店はありませんって言ってやらかした車ですね。その説は大変申し訳ございませんでしたということで、で今回なんとこちら、はい、オートサロンの時も施工されてるんですけども、ダイナミック PPF って言って、イノゼテック、アメリカのラッピングフィルムメーカーですね、そこがリリースしてるこの色付きのプロジェクションフィルムで全面施工されております。これオートサロンの時も軽くご紹介させていただいてるんですけれども、まあ、色付きのプロテクションフィルムなので、まあ、傷を守りつつこの車の色を変えて楽しむことができると。であとはイノゼテックのこのダイナミック PPF は自己修復機能も持ち合わせているので、まあ日頃のその日常使いのこの磨き傷とか、まあ、ちょっとした小傷なんかはこのフィルムが温まることによって傷が消えるような、そんな機能も持ってます。というわけでご覧ください。もう半年ぐらい経って、まあ、普通にお客様乗られてる状態なんですけども、こんなにツヤツヤ、特にこういう夏場暑い時とかフィルムが少し柔らかくなって傷が勝手に消えるので、こんなにピカピカな状態がキープできると。これ765っすよ。720ですらすごいのに765、噂によると720でも速すぎて踏めないらしいんで、どんだけ速いんでしょうか。ちょっと僕も車両紹介機会があったら乗ってみたいと思います。そして以前ラッピング前にもご紹介してるんですけども、こちらはベロスっていうアメリカの単造ホイールメーカーのホイールを履いてます。結構日本だとまだ履かれてる方少数派だと思うんですけども、アメリカだと結構選ばれることの多いこちらの単造ホイールで、まあアナーキー、HRE、MV、その辺がご紹介させていただく機会多いと思うんですけども、そのあたりのメーカーに結構ないデザインなんかもあるので、人と違ったものがいい方なんかは覗いてみるといいかもしれません。というわけですごくないですかこのツヤ。
そしてモンドボディの施工ですけども、非常に細部まできめ細かく貼られております。でこの車だけでもめちゃめちゃ目立つじゃないですか。そこをなんとですね、先ほどからちょっとちらっと見えてますけども、こちらなんとバイクも同じフィルムで全部フルラップされております。というわけで同じこのガンメタ、そしてこちらもペイントプロテクションフィルムなので傷を守りつつ色替えができているような状態ですね。でこちらのバイクに関しては、僕全く知識がないので詳しい方を呼んでおります。お願いしますなんと紹介してくれるのはベリックの早瀬さんでございます。はい、よろしくお願いします。ベリックって言ったらもうバイクウェアでめちゃくちゃ有名な会社じゃないですか。はい、ありがとうございます。でなんでご紹介してるかっていうと、はい、なんと代表の方のこちらバイクなんですよね。はいそんなことありますか？じゃあ豪華なバイク。ボンドで、ボンド一応車メインじゃないですか。はい、なんとありがたいことに車だけじゃなくバイクもさらしていただくということで。ありがとうございます。はい、で正直ちょっとバイクの方は僕あんまり知識がないので、はい、こちらご紹介いただいてもいいですか？はい、車種は BMW の M1000RR という車両となります。M1000 って、M って車 の BMW の M の M ですよね。そうですね。ですよね。はい、でこれ の激しくないバージョンで S1000 っていうのもあるんですね。あります。それでも速いんですけど、より、フルカーボンであったりとか、いわゆる本当のトップモデルになりますので、もともと豪華なのに、こういうラッピングしていただいて、もっといかつくなったような状態になりますね。もう車で言ったらスーパーカーじゃないですか。いや本当にそうですそれをなんとさらにこんなに改造してると。そしてベリックさんなので、デカデカとこのベリックデカールもしっかり入って、ありがたいことにですね、ボンド大阪のデカールも貼らせていただいたということで、なんと今回ベリックさんイノゼテックボンドコラボということで、ありがとうございます。いや、ありがとうございますというわけで、このラッピングだけじゃなくて細かいところも他にもやってあるんですよね。はい、マフラーが変わってたりとか、はい、マフラーはマフラボビッチというものになってたりとか、シートもオリジナルで作った分になりますので、はい、かなり手の込んだ車両なのかなとは思います。でこちらのシートもボンド大阪の方で車の内装カスタマイズの、はい、ネットワークを使い張り替えさせていただいたということで、ありがとうございます。はい、ありがとう、こちらこそありがとうございますステッチがこう入って、これめちゃくちゃかっこいいっすね。いやー、かっこいいですね。はい、そしてなんとこちら新車ということで、はい、価格に関しては皆さんびっくりするんで、ご自身で調べてみてくださいってことで。でこれ本当にブレーキもこんな隠れてるやつだし、ホイールもカーボンなんですね。これそうですね、フルカーボンになります。これあれですね、川崎の400キロ出るバイクとよく戦ってるやつですよね。まあ、そんな H2 っていうね、はい、ありますけど、あの辺と戦ってるとんでもバイクということで、こちら。そしてですね、こちらの代表の方なんですけども、こっちの765のお客様と非常に仲がいいということで、今回一緒に PV 撮影をさせていただきました。いやー、貴重なバイクを見せていただきました本当にありがとうございます。いや、どうなんです、こちらこそありがとうございます。あれ、なんかこんなところにステッカーあってる、プロデュースドバイ木本って書いてありますね。木本って誰ですかねあれ一番気になりますけど、そうですね、こっちの車のオーナーさん木本さんって言った気が、あれ、この辺は触れないでおきましょう。そうです、はい、というわけでこんな感じで撮影の様子をお届けいたしました。江藤さん、お疲れ様です。お疲れ様です。バイクどうでした？バイクは最高っすよ。いいバイクですか？いいバイク、めちゃくちゃかっこいいし、音も最高やし、なかなかあの手のバイク乗らせてもらえる機会ってないっすよね。いや、ナイスナイス、もう多分一生乗れないと思うあれはほんまにいい経験させてもらいました。いや、ほんまにありがたいですよ。じゃあバイク好きのお客様もボンド大阪ウェルカムって言っちゃって大丈夫ですか？そうっすねお待ちしております。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、というわけで無事にボンド大阪に到着いたしました。1日かけて765と M1000RR 撮らせていただいたんですけど、非常に僕的にも貴重な体験となりました。なかなかバイクとか撮らせていただく機会ないんで、かなり新鮮な絵が見れたのと、バイク自体も非常に貴重なバイクなんでありがたかったです。そしてですね、やっぱりバイクのカスタマイズ、もちろんそのバイクの専門店とかあると思うんですけれども、車のそのカスタマイズのテイストを入れたバイクのカスタマイズなんかもボンド大阪できます。そして見ていただいた通り、バイク大好き従業員もいますんで、バイクトークもいろいろできると思います。ぜひバイク、プロテクションなんか特にいいと思うんですよね。バイク結構傷がつくんで、タンク周りだったりだとか
まあ、あとはスーパースポーツのバイクなんかだとフルカウル色を丸ごと変えるとかなりイメージチェンジにもなるんで、まあ、その辺お気軽にご相談いただけると、まあ、いろんなものができるんじゃないかなと思います。というわけで撮影の様子お届けしますって言ったんですけど、撮影の様子はあんまりお届けできなかったんじゃないかなと思いますけど、とりあえずこんな感じで765と M1000RR の撮影をお届けいたしました。ボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。